みんな何してるの？クッキンプッチンを使ってケーキ作りの練習をしてるの。2人ともケーキ屋さんに憧れてるんだって。そしたらさ、段ボールでケーキ屋さんを作ってケーキ屋さんになりきってみようよ。いいね。ミルキッズクラブ。ミルキッズクラブの時間だよ。こんにちは、サンです。トトちゃんです。今日はミキムシちゃんのためにケーキ屋さんを作ります。ということで、トトちゃんがケーキ屋さんのイメージ図を描いてきたよ。おお、おしゃれじゃん。このキッチンにはこのクッキンプッチン、このケーキの材料、これを置いたり作ったりすることができるんだよ。ここね、ここ。下の方は何になってるの？ここは作ったケーキを置いたり食べたりするとこだよ。わー、素敵。楽しみだ、楽しみだ。それでは早速やって。イエー。あらかじめこのように段ボールに設計図を書いておきました。この線に沿って切ります。カッターだ、カッター、気をつけてね。トトちゃんの好きなケーキなんだ？難しいよ。ホットケーキショートケーキ。あ、違う。チーズケーキ。あー、何文字、何文字、何文字、6文字。ほら、こんな感じだった。こんな感じ、こんな感じのケーキ。わかんない、サンドイッチ。え、なに、サムリー知らないかな。ミルクレープ。あああ、知ってる。こうやってちょっと薄く切れ込むので、結構チュッチュッ。おし、できました。次に、段ボールに画用紙とウォールテープを貼っていきます。はい。この辺に沿ってピンクの画用紙を貼って可愛くしていこう。はい、貼りました。貼りました。クリスマスツリーっぽく。今ね、出来上がったのがこれ、横の壁だ。ここ、ここかな。こういう感じの壁でね、今、サオリンが作ってるのがこういう感じでできました。続いて、マイロー。マイロー。これね、これ、床にウォールテープを貼っていこう。じゃあ、床ができたので、これに壁をつけて組み立てていきましょう。はい。はい。ここ、ここ、ここ。泡。これ、これ、これ、これなんですか？怖いのはいいから、長いの状態、長いの。はい、こういう形で、こっちがキッチンとか、これが食べるところで、こうやって取り外しというか、離れます。あえてくっつけない。ここにつける屋根を、テレダで作っていきます。あれ、あと1個足りない。今隠してるとか。なんで？今隠してんじゃない？あれ？あれ？もういったの？半分のやつ。あー、隠してる。はい、これなんだっけ、名前。完成。オーナメント。オーナメントじゃないんですよ。このまま本体に貼り付けます。では、このね、お店の本体ができたので、お店に入れる、じゃん、家具。家具を作っていきましょう。ねえ、こんなにいっぱい家具があるからね、ちょっと2人でやるのは大変だから、ミキマキちゃんに手伝ってもらおうか。うん。ねえ、ミキマキちゃん手伝って。はい、家具の色塗り手伝うわ。じゃあ、私たちは棚と冷蔵庫を塗ってくるわね。じゃあ、塗っていくよ。そう、おとちゃん、ミキマキちゃんは、今はケーキ屋さんになりたいけど、おとちゃんは小さい時何になりたかった？なんかね、保育園の時ね、当時ね、スーパーロボットっていうのが流行ったのよ。あれのね、操縦士、パイロットになりたいって書いたね。で、中学の時はね、トトちゃんの夢はそんな感じだったよ。サオリンの夢やってみて。サオリンの夢？お笑い芸人。やーじゃあ、家具の色が乾くまでに、フェルトで飾り付けを作っていこうか。じゃあ、トトちゃんは CAKE ケイクっていう文字を。サオリンは壁に貼る飾りを作っていきます。腰の形を決めて、こういうのをね、こう一回でスッといきたいところだよ。はい、まず C ね。 C できました。 C、 腰変になっちゃった。じゃあ、ハートを作ろう。ピンクで
それ総理英語できんの？できるっちゃできる。できるっちゃできる。学校では英語ないでしょ？英語の授業ある。あんの？何年生から？1年生から英語やるんですか？皆さん。水玉。総理は何？水玉いっぱい作ってるってこと？ついでに顔。マスク完成できました。時計がいっぱいある星、光の爆発みたいな感じかな、うん、よし、とりあえずこのくらいで完成にしましょう。サオリー、ホトちゃん、絵の具が乾いたみたいよ。いっぱい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 。紙はセロハンテープを接着剤で組み立てます。ここくっつけたいから、そう、テープをちょうだい。次はこれ、このね、冷凍庫。サオリー入れてみよう。こうだ、こうやって冷凍庫ができる感じで、この間をね、仕切るためのこのね、仕切り2枚あるんだけど、これはこう、ボンドで、そう、いいよいいよいいよ。あ、ずれたよしよしよし、こうやっていって、次にこの下のね、冷凍庫ね、冷凍室の部分に引き出せるように取っ手をつけます。こんなもんかな。家具できました。この家具が可愛いと思ったらグッドボタンお願いします。いよいよお店本体の方に配置していきましょう。はい、冷蔵庫、棚、それをこういう感じで配置したいと思うので、これ倒れやすいからボンドでちゃんと固定して貼っていきます。でもいけそうです。おいおい、ここで配置。いいね、ぴったりだね、本当に壁にね。ここがいい。ここね、これはここだね。よし、こっちはじゃあこのボンドで貼ろうね。テーブルと椅子のセットね、ちゃんと色を合わせて。よし、こんなもんかな。さっき作ったフェルトの飾りを貼っていきます。大事。それでは、いよいよクッキンプッチンの道具を入れていきましょう。こちら、そっと、やるかな。よし、よし。で、ここでね、こう生地を練ったりできるんだね。じゃあまず生地はね、ここに入れていきましょう。あとね、ホイップの粉もね、一緒ですよ。あ、全部入った。よし、そうだね。道具類はこっちかな。上に置いて、こうやって置いておくかな。ちょっと待って、それ最後、それ最後。はい、パイとか。あ、人だ。爪切りみたいなやつは、はい、ですね。あ、また取れちゃった。ここに置いて、これだ、上に。さくらんぼとかいちごとかは冷蔵庫に入れていきます。はい、さあ冷蔵庫、はい、蓋が閉まったということで、ホイップ作るやつはここに置いて。さっき、あのミキマキちゃんとかと作ってたケーキ、あれをここに置いたらいいんじゃない？ああ、じゃあミキマキちゃんに持ってきてもらう。うん、ミキマキさん、はーい、さっき作ったケーキ持ってきたわよ。早速入れましょう。これはね、ほほほ、ということで完成。とっても可愛いわ。こっちでケーキを作って、こっちでケーキを食べるのね。でもでも、この普通のケーキじゃ物足りなくない？もっと可愛いケーキを作りたいわ。ホトちゃん、どうしよう。仕方ないな。じゃあ、ホトちゃんのとっておきのこの秘伝の鍋、とにかくね、キラキラしたものがいっぱい入ってるんだ。これを生地に練り込んだら、キラキラしてケーキが作れるね。いいかな、上の代わりもね。だね、ビールとかはね、じゃあこの冷凍庫に、ね、入れていこう。ガラガラ、サララララ、わっ、かわいい、ラストだけ。ハートの石だね。おー、すごい、入ってる、いっぱい入ってる。よし、それじゃあキラキラのケーキを作っていこう。後編は次の動画で公開らしいわよ。楽しみだな。
視聴ありがとうございます。面白かったらグッドボタンお願いします。